ですよ。俺の方が苦しいよ多分。クラッケOK 311ゲーム姿勢も視聴性もなしとどうでしょうか。あー皆さんはこの辛さを見ててください。でひどいよ。あの勝ちましたから喜んでいいですかね。よしやる。はい、それでは地獄の入り口になるかもしれない時々朝に狙い、朝一95で当たって172、でちょっと待ってよ、ちょうど嫌なタイミングで消えやがったぜ。172-520とで、あの95ってちょっと深めのところで当たってるんで、リセットだったか不安で、リセットだったとしても、ちゃんとチャンスでいって B なのか不安というところあるんですけれども、ちょっと前日末だとしたら、6連単ね、で、まあ、あとですね、まあ、過去2回最新の2回がレギュラーなんで、まあ、大丈夫じゃないかなと思ってやろうと思います。まあでもあの、まあ、B だとしても苦しいことは間違いないんで、早めに当たって早めに上がっておくれと、できればドキドキとか生きておくれと思いながら、まあ、めっちゃ負ける可能性ありますから。遅れた？遅れてないよね。よそ見してたんですよ僕完全に。遅れてたよ、やった、持ち込みで当たりました。ただ大事なのは天狗行くかどうかだから。持ち込みで当たるとはびっくりだ。こっからよ大事なのは。45今見た、近よし一発上がり。お、しかも特殊点滅レギュラー揃ったんでドキドキ以上じゃないの。これは逆転が見えるんじゃないの。いやあんま期待しすぎないね。クールに行こう、クールに。やったいや正直めっちゃ嬉しい。逆転できなかったとしてもめっちゃ嬉しい。まあでも1000枚以上は絶対行かなきゃいけない。次はもうドキドキ以上決まってるんで、13ゲームよし。よし、あと一発は絶対来るよね。ゲームいいよ。さああとは伸びるだけだよ。終わってないでよ。ふう、ちょっと物足りなすぎるよ。いやまあ連チャン数から言うと実はそうでもないんですけど、まあ、4連か。今そんなにないチャンスだからな寂しい。もうやばい、うそー。30 31、次でラストです。もうマジか。特殊点滅でレギュラーでしたよね。はあ、ルノ君まくるどころかプラスにもならなかったよ。まあしょうがない。まあね、速攻で当たってくれて連チャンしてくれたどころかドキドキいってくれただけでもよしとして、はあ悔しい。よし、じゃあちょっと打てる台探そう。一番マシなのこれか。これ数えてたっけなこの人。まあ、昨日も微妙、これは外れでしょ。でもさっき310枚とかあったからずれるデータ機器はずれるデータ機器なんだよこれ。でも、まあ、外れの可能性はあるし、
可能性はあるし、ボーナス確率的にもまあ一番マシですよね。というか空き台の中っていうか花火の中で一番、あでも1台いいのがあるけど、花火の中じゃ2番目にいいかな、打ちますか。でまあちょっともう逆転は普通に逆に ATK、RTK 打ってるときついと思うんで、まあどっちしろ奇跡を起こすっつったらまあボーナスの連打しかないんで、これ移ります。であとね、まあ、リノ君との勝負はもうちょっと運任せなんですけれども、まあこれ1戦目ですから後々のことを考えると終始をちょっとでもまともに抑えたいんで、まだ負けてますからね僕。お、フラッシュなしということで、ドンビッグかレギュラーが当たりましたね。あ、ビッグか、あ、テンパって、よし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 、ビッグでした。お、投了ボーナス、ストーリー、じゃあ外れも2回出た、あ、当たったわもうすっかりもう当たるわけないと思ってた。赤7ではなさそう、あ、レギュラーか、まあよし。触れたよ、お、一角赤なです、よし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 、おお、今ねなんかちょっとね止まり方怪しいなと思ったんですよ。はい、ドンビックですね、あのリーチメリープレイという、あれ結構乗ってきてるな、ね、52ゲーム3連 V 止まらなくてダサいけど、はい、乗ってきてるぞ。これで僕の収支は一時的にですがプラスにはなってますね、まあ、この時点でなってるかもしれない。ちょっと待って、お、今ねチェリーは蹴ってます、あのチェリー枠内に押してるんで、揃え、楽しい。ただちょっとボーノスがいなくなっちゃったな、お触れが恋しい。遅れた、あれ本当に遅れてるねえ、本当に遅れてるじゃん。いや恋しいって言ってすぐ遅れて、しかも当たってくれた、いい子だぞ。うん、当たってます、変な滑りしたなと、何か分かんないよ。あーお前か奇跡の起きないやつだな、まだちょっとだけ1分ぐらい時間あるかな。当たって RT でもまあまあ ART みたいなもんですから、 ART の RT だから、まあ、ずっと続けばね、まあ、自分で何を虚しいこと言ってるんだろうっていうの分かってますよ。プラスにはなりました、だから実際こう奇跡の連打を目指しまして、あの逆転を目指したんですけれども、まあそれはあくまで奇跡で、現実的にはまああの後のことも考えてなんとかプラス収支ぐらいで終わりたいなと思ってて、まあその目的は達成されました。僕の投資が950枚なので275枚プラスですかね、はい、いやでも最後楽しかったですよ。やめます、きっぱりやめて、おさらばしまして打てる台探しましょう。まあ、凱旋も朝一1000超えてますね。
そうなんですね、背置きはやっぱホールさん的には多めなんですよね。この仮面ライダーブラックなんですけども、当日が287ゲームで、前日がですね、こちら337ゲームで、背置きだった場合は624ゲームになります。まあ、背置きだった場合は期待値確実にあるんですけども、まあ、ホールの状況、リセット状況を見ると背置きがかなり多いので、まあ、この台ですね、太陽月レベルのその煽り、創生ゾーンの煽りを見ながら背負か否か確認して天井狙いとして打っていきたいと思います。あ、今300ゲームぴったりで太陽と月の煽りが発生してるんですよ。これが一応ですね、100、300、500、700というゲーム数で、創生ゾーン、チャンスゾーンの抽選を行ってるんですけども、今当日できちゃってるんですよね。背置きだった場合は637ゲームなんですけども、もしかしたら変更されてる可能性もあると。ただ単に当日依存で、その当日300ゲームだから発動してる可能性もあるんですけど、そこがね、まだ解析値的なものが出てないので、もしかしたら変更の可能性も出てきたというところなので、ここでチャンス目ですね、303ゲーム、ちょっとやめといた方がいいかもしれないですね。今チャンス目いたんで、ある程度の煽りは見ますけど、328ゲームあってん、お、チャンスアップか、どうだ、あー、勝機、これはチャンスの行きそうですね。あー、行った、行きましたね、ライダーチャンス、チャンスオンですね。まあ、このライダーチャンス、対戦相手によって ART 期待度、まあ、ボーナスの期待度が変わってきます。あ、ビジューム中間ぐらいですかね、かかってくるなよ。まずはこのミッションを何個もクリアした方がということで、2個、お、なんだこれは、予告的な感じじゃないですかこれ。お、変身仮面ライダーブラック激闘大怪人ビシュン、お楽しみに、お楽しみに熱いじゃないのこれ、どうでしょうか。こっちが何のパンチか、ちょっとマジお願い、 OK、 チャンスオンからいった、来ましたね。当日が347ゲーム確定になりました。はい、ライジングラッシュ、初期ゲーム数が40ゲームからスタートですね。ここですね、どうだ、おう、 OK、 ライダーチャンス、これがチャンスゾーンですね。5ゲームうわー、マジかー、いやー、ちょっと弱い、 OK、 ケイヤー、せいや、上乗せ、何ゲームでございましょうか、プラス30ゲームと、まあ、30 RP ですね。で、まあ、現在残りゲーム数が47ゲームで、今 30RP 足しましたので、今 70RP になりました。まあ、この 70RP が2
2セット、まあ、バトルを行うんですけど、この後にゲーム数を紹介した後にそのバトルで勝てれば次は70ゲーム以上スタートという形になりますね。はい、これでライジングバトルいけますね。ライジングポイントが100溜まってるので、このバトルに勝てれば100ゲーム以上の ART が2セット目から始まると。うわ、痛いでございます。これ OKOK、 これでダメージ、ベルトリプレイ OKOKOK、 OK、 あと一発、あと一発、リプレイを言いだとしても約 40% で攻撃 OK。うまうま、うん、あざす。ということで勝利したので 20RP 加算されて120ゲームスタートですね。120です。はい、でまあこれ2セット目120ゲームじゃないですかからスタートしたんですけども、ライジングポイントはそのまま120なんですよ。だからここでまた貯めて次ゲームバトルに勝てば次はそれ以上のゲーム数からスタートするという半端ねえ台でしょう。でこのバトルなんですけども勝率が約 50% です。はい、ということで 150RP 持ってバトルでございます。マジで頑張ろう。あー、おお、なんかいい音した。あー、待ちかー、待ちかー、オーケー、おー、一進一退の攻防でございます。これ皆様リプレイでも 40% で勝ちます。ベル以上行きゃ勝ち、勝った後には150ゲーム以上の ART 開始でございます。うわー、これベルじゃねえな、リプレイが止まらなければ。マジか、私が勝ったのだ。いやそうです、マジかー。ただ543枚獲得で終了ですね。まあ、RT 落ちたらそのままやめます。惜しかった。台を探していきましょう。僕が見つけた台はですね、このオーストラリマン番長ですね。当日610ゲームでノーボーナス、ちょ ART が入ってまして、まあ、その前日のやめゲーム数がわからないんですけども、まあ、データを見る限りは多分据え置き、なおかつ、まあ何枚かぐらいはマイナスだったので、まあまあハマってるんじゃないかなと思うんで、この台を天井狙いで打っていきたいと思います。うわ、赤ですね。今枠下下段上がらなびたしましたね俺。まあゼロゲームやめするためにも続行を選んでおきましょう。引いたのがジャクチェ、そしてお弁当箱、継続してくればとりあえず OK。 継続かも、継続かも、なんや、119枚獲得で終了です。うん、おお、あれ、これ当
たんなこれ、うん、当たります。あ、オーケー、あ、オーケー、オーケー、はい、おいただき、いただき、いただき、え、通常じゃないですかこれ。前兆中に通常いただきラッシュ引いたんじゃないですか我は。え、強気の 6? ってことはねえよな。めっちゃ薄いの行きました。はい、あーだす。チクショー。あー、まあまだ分かんないですね。お色さんはレッツオーケー。えおー、何いた、気持ちどうでしょうか。あー残念ですね。トータルが278枚、獲得で終了です。引き戻しだけ確認してやめましょう。133点、戻してくれたら嬉しいけど。うん、え、背置きで通常入って引き戻して、前日良かったんですかね、プラマイゼロぐらいだったんですけどね。このまま200ゲームのゾーンも狙えるかもしれないんで。おお、え、ブルーボロー楽しくなってきたぜ。5ポイントスタート。うわー、まあとりあえず上乗せが2本もは確定いたしました。上乗せだってほしい。まあそれそんなことねえか。いやー残念。317枚で2本も。残念です。で現在208ゲーム。まあ、このゾーンとですね、引き戻しを見ましょう。うわーすごくもったいないですね。やめます。266ゲームで全長飛圧性なのでやめます。どうしよう、本当に天井狙いで近い台があればまあ打ちますし、それでも、延長遊戯が、1時間だけ可能なんですよね、 AT、ART 機に関しては。なのでそこも視野に入れて大選択していきたいと思います。すごい、なんか打ったことないマハロ。おやややや、や、1841で5の9、これいいんじゃないですか。これちょっとやってみます。初打ちのマハロです。打ってみます。海谷さんが先ほど花火を打たれていたので、僕もスレスロと言いましょうか、お隣で花火ありかなと思ったんですけど、花火があまり好きじゃないっていう僕が。おお、花火の話してましたけど、いきなりですね231ゲーム打ち出して数十ゲームじゃないでしょうか。まあ単独しかないと思うのでこのまま揃えていきます。これ別格とかあるんですかね。白スイカシロってあるんですけど、ちょっとビタしてみます。ほらこれビクでしょう。あざす。やはり東海地方なんでね、こちら甘く使ってるのは間違いないと思うんで、まだ回します。まだ時間あるんで、
おいらっしゃい、しゃい。まあビタしたらな、なんかちょっとつまらない気がしてきたんで。ずれずれずれっていうことは滑り込ま足んなくてレギュラーかいっていうところですよね。はい、これ僕から左に3台ありそうですけどね。僕のが130、隣が112、その隣が114分の1ですよ。全部2000ゲーム以上回ってます。並んでんじゃないのこれ。おお、並んでました。あいしゃ、あ、てかこれビタできてんのかな、まあ、バシンって言わなかったけど、うん、オッケー、あざっす。ゲーム数をお伝えするの忘れました。46ゲームでございます。おお、滑りましたよ、リプレイが。しかもね、まあ、なんか発光しましたよね。これ光るんじゃないでしょうか。リプレイチョークでございます。どうなんだ今ビタできた。ああ、ミスっちゃいましたね。実践時間あとわずかでビッグいきました。 OK ということで、実践終了時間を迎えました。まあ結構楽しかったですし、納得できる実践になりましたので、まあ結果はですね、エンディングで。お疲れ様でした。はい、ということで実践の方が終了いたしまして、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、皆さんは、まあ、大体の結果分かってると思うんですけども、はい、僕ら2人は分からない。そうですね、はい。じゃあ、まあ、ちょっとね、まあ、明らかに知ってるのはもうリノ君リードしてる状態だから、はい、どうしようかな。俺から言おうか。俺ね、はい、950枚投資で、はい、結構絶望だったんですけども、はい、プラス275枚になりました。あ、こう盛り返したんです。盛り返したんですよ。結果の方教えていただけますか。はい、投資が変わらず200枚ですね。変わらず200枚、回収が1774枚、もっと多いです。サマイ数がプラスの1574枚という結果になりました。ありがとうございます。いや、はい、僕に関してはもう朝は、うん、まあ、設定狙いという流れで、うん、まあ、つかめず、うん、でその後、まあ、いい台、まあ、期待値あるような台を何台か拾って、最後、うん、マーロが3台並びなんですかね、あれで多分全部120分の1ぐらいだったんで、うん、まあ、多分その中にの1台出まして、そのマーロでもプラス500枚ぐらい上乗せできた。すごいですね。結構最終的にはいい流れで実戦が終えれて3枚戦も出せたんでよかったかなと。結果、まあ、立ち回りはまあ最初高設定狙って、はい、入りそうな、まあ、新しめの騎士とか狙って、はい、その後まあホルモンに回るっていう、はい、考えは同じだけどやり方がちょっと違って。そうですね、はい、でやっぱ そういうところでちゃんと結果を出すっていうのはねすごいし、はい、まあ、今回のメンツもそうだし、はい、今までのメンツもそれパチスロの基本の勝ち方だ。そうですね、いないからいないけど、まあ一回一回の勝負だから結果どうなるか分からないけど、いや俺、いや俺ね、一回抜けてるけど、俺以外の人はね、はい、やったるみたいな人が多いから、あ、だから、まあ、まあ僕の希望ですよ、はい、まあ、ある意味一視聴者としての希望で、俺じゃないんだったらリノ君に優勝してほしいと思うんだよね。そういうパチスロは勝つってことを伝え、そう、特に声高いやつ、あいつには負けたすけど、あいつは今2回勝ってるから2連勝してるからね。声高いです。そう、あいつには負けたすけど、オープニングで言ってたあの地図の方ですか。地図というか、で、まあ僕今回負けちゃったけれども、次リノ君やつと対戦だよね。そうです、松本さんに、ね、松本さんと戦いますね。対戦予定なんで、はい、まあ、俺はリノ君に連勝されちゃうとまずいけれども、はい、まあ、俺この後全部勝つつもりで、とりあえず松本さんには勝ってほしい。わかりました。まあ多分やり方というか攻め方は絶対に変えないと思うんで、それがその日に身になれば今日みたいな結果になると思うん で、うん、そうです、形は変えず。ただ身にならない時に、ね、苦しんでる時にへーとか言われると本当悲しい気持ちになるから俺の気持ち分かるよ。多分その顔ここら辺に今本当にね、もう悔しいんでまあまあまあ、でもね、やっぱパチスロいろんな向き合い方あるんで、どういう向き合い方がその時ないで勝つか分かりませんので、はい、そこの辺も楽しんでいただければなと、はい、ということで、バトルオブドリームホースシーズンですか。はい、そうです、はい、初戦は、リノ君の勝つと。あざっす、はい、
それではまた次回、はい、さよなら。さよなら。疲れたね。あ、疲れました。ありがとうございました。次は絶対勝ちますんで。チャンネル登録すれば検索の手間も省けて最新動画をいち早くチェックできます。皆さんもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。このポーズ何？知らん。